大谷翔平、圧巻7回無失点で3勝目。今季最多の 11K、防御率0.64打撃では16打席ぶりヒット、チームは完封勝利で勝率5割に。MLB エンゼルス2、ゼロロイヤルズ、日本時間22日、エンゼルスタジアム。 エンゼルス、大谷翔平28が本拠地のロイヤルズ戦に2番投手兼 DH で先発出場7回102球を投げ2安打無失点今季最多11奪三振の圧巻投球を披露し今季5度目の登板で負けなしの3勝目を手にしたさらに開幕からここまで5試合28イニングでわずか2失点 防御率は現時点で MLB 全体トップの0.64に。打撃では4打数1安打。19日のヤンキース戦での4号本塁打以来、12打席ノーヒットだったが、8回の第4打席で16打席ぶりにヒットを放った。エンゼルスは両チーム無得点の3回に 今季初スタメンで大谷とバッテリーを組んだ C ・ O ・ク、31、が先制ツーランを放ち、その2点を守りきった。投手陣は大谷から無失点リレーを決め、今季3度目の完封勝利で連敗を2でストップ。成績を10勝10敗の5分に戻した。大谷は前回の当番、18日レッドソックス戦では、 高宇宙弾の影響により2回で降板し、中3日でのマウンドとなった。立ち上がりは3者連続の空振り三振とエンジン全開で、2回は4番ペレスを3ゴロに抑えるなど三者凡退。3回は先頭打者にこの日初めてのヒットを打たれるが、後続をショート併殺だ、補者飛に打ち取った。中盤は4回、1死から死球とヒットで2人ランナーを背負うが、 続くペレスを殺だ。5回は三者凡退で勝利投手の権利を得ると6回は先頭打者に支給を与えるがそこから空振り三振見逃し三振とギアを上げ最後は114キロのカーブで空振りの三振に仕留めたさらに7回もマウンドに上がった大谷はクリーンナップを3者三振で6回から6者連続三振と圧巻の投球でマウンドを降りた 奪三振は開幕戦アスレチックス戦の10が最多だったがこの日は11奪三振をマークし今季最多を更新打っては第1打席ロイヤルズ先発の T クラーク29に対しカウント2の2からスライダーを空振りの三振3回の第2打席は心尿妖薬王楽の先制弾の後にシム走者でセンターライナーに倒れた 第3打席は無視一塁で併殺だ、第4打席は1・1塁の場面で初球をセンターに引き3試合16打席ぶりのヒットを放った。リリーフ陣は8回、C ・エステベス30が三者凡退、9回は J ・27、が1・死からヒットを許すが後続を2者連続の空振り三振に抑え、完封リレーを決めた。以下は ネチズンンののコメントをまとめたものです本日は今シーズンで一番のピッチングでした。最速161キロメートル毎時のストレートはもちろんのこと、スイーパーやスプリット、カーブなどを織り交ぜて相手打者を圧倒するピッチングでした。また、守備では瞬時に打球を遊撃手に譲り、併殺打にするなど、記録には残らないファインプレーもありました。 今シーズンもメジャーリーグでトップクラスのピッチングを見せていますがサイ・ヤング賞級の内容のため頭一つ抜けている状態ですサイ・ヤング賞と文句なしの MVP 獲得に期待していきたいです圧巻の投球初回からの立ち上がりが良かった後半は疲れが見えたけど審判や運にも味方され結果的にはバンバン勢 休みの日の朝からいいもの見れました。こんな素敵な試合を無料で流してくれるアベマさん。本当にありがとう。打者大谷と投手大谷、大谷選手本人が両方に納得のいく試合が来たることを願っています。